ということで、ウエストウエスト、おはようございます。皆さん、残念なお知らせです。昼はコンビニです。いやー、サッカーのせいで寝不足だわ。マジで今日の朝の会話を教えます。ワンちゃん、今日釣りやめる？やめよから始まったいつもの釣りの朝。好きで来てるのにいつもこれだ。それが釣り。俺らだけだったら8時になってたね。出発時間は遅らせてましたね。間違いなく。よかった、小野さんがいて。いや、マジでそれこそ。やっぱアルゼンチン90分で片付けるべきでしたね、昨日の試合は。絶対にね、片付けられた。北海道ってこんぐらい寒いですか？もっとすか？余裕で寒いです。もっとすか？はい。それって何度？マイナス0度ぐらいです。適当に言うな。このローソンすごいな。お客さん憩いの場合？はい、バカにした。はい、マジで。はい、冷北地方をバカにした高知県の酒屋。だよな、マキベリーとソイミネラルのやつと丸ごと有機マキベリーってやつをヨーグルトに入れてグルグルみたいにしよう。すごい。ポリフェノールが豊富でアサイの何倍みたいな。海やったら。撮ります。はい、いってらっしゃい。行ってきます。バイバイ。風受けるんですか？いや、こういう時にこうなったりする。こうしか言ってないっす。いや、今日はより楽しみですね。でも犬飼さんのやっぱみたいですね、今日はね。そうですね、俺が釣らないと。俺が釣る釣るんだよな、あの人。三木大吾も遠藤康もそうだけど、一緒に行って釣るんすよね、先に。遠藤康釣るんだよな、マジで。釣る、絶対釣るもんね。ここの撮影してください、このボートの俺。はいはいはい。いや、かっこいいなと思いましたよ。ジャッカル、小野さんの。これがジャッカルです。ジャッカルボートですね。そのバスプロの方たちはみんなラッピングして自分のボートに釣るんですけど、いい色だねこれ。めっちゃかっこいい。ちょっと今風だね。小野さんポルシェとか好きだから、クレヨンっぽいカラー。かっこいいっすよね。シマノってのは何ですか？シマノ知らないですか？同級生いた？いました、いました。意外と珍しいね。シマノとダイワがもう日本の二大巨頭で。え、恥ずかしい。恥ずかしい。シマノはもう自転車のギアとか、うん、なんかね、そういうのも全部結構作ってますよ、なんでも。うん。じゃあシマノが作ったんですか、この船を？この船はあれです、トライトンっていう船。トライトン、これ海外のやつですね。で、有名です。めちゃめちゃいい。一番いい、日本で一番いいです。マジで。でも多分そうっすよね、ポルシェ的なマークだね。針でもこれだけ大きさの種類とか言ってます。あのつけるルアーの大きさによって大きさ変わります。なるほど。ザリガニみたいな、はい、まあ、似たようなワームがいっぱいあるわけですよ。ちょっとのその足の数とかで変わるんですよ。魚だよ。魚、絶対魚。うん、巻かれた。え、いや、多分大丈夫です。上がってきてます。こっち巻いてるよ、マジで。ゆっくりの方がいい。抜けたかな。抜けてない。大丈夫。え、なんか軽い。あ、でもいるはず。おー、よっしゃー、よっしゃー、イエーイ、やったー、やったー、イエーイ。すごい。やったやった。こんなに簡単に釣れないですよ、真冬。一匹釣れました。うわ、めっちゃ嬉しい。今どんな感じですか？いや、なんかでも落としてちょっ
ちょっとだけ手前に持ってきたぐらいですね。でググってきて嬉しい。やった、一気に寒くなくなりました。興奮して一気に寒くなくなった。オラが船だ、いけジャンプ。オラが船ジャンプはギリいけんじゃね。ギリスーパーマリオ。ウエストもうちょっと高かったらバイブ行けるの。うん、高いやな。ダイナさんの声聞こえてる？高屋のバカ。さっきからずっと言ってんだけど。うまい。もう本当にピンで行かないと。ああ。お、来た。お、来た。すごい。カメラ。おろさんついてるよ。うわ、でかい。いいサイズ。すごい。さすが。ナイス。さすが。かっこいい。まあ、かわいい。うん。うわ。ナイス。すごい。俺も一旦高い屋で遊んでたんですよ。今。今日レベルマックス的に難しい日なんです。昨日。めちゃめちゃ寒かったじゃないですか。釣りって結構こうやって晴れるのがダメで、今日もこういった風が強く吹くのもダメなんです。昨日よりも難しい。あ、昨日よりも難しい。あの、今日に差し込んどいて、昨日の。雪が降ってきました。はい、ここで。ジェイソンいるな。ジェイソン。じいさん。じいさんかもしれない。ラーメンタイム。ラーメンタイムしましょう。もぐもぐタイム入ります。納豆巻き。いいですね。これ飯と、しじみに納豆ご飯。あ、納豆巻き。あとはまあ、デザートとかもありますけどね。みたらし団子。ちょっと団子好きですよね。あとあるのは塩おにぎり。お、向井選手はチーズカレーとスケロクズとヘルギーワッフル。美味しそう。あ、出てきた。初めて大吾さんっぽい顔が出てきた。この動画俺でした。はい。カレーです。カップラーメンに行かないところがね、バッテでしょ。期待ラーメンだけだ。羨ましく感じるところでしたね。そうそう、マスオールみたいな。何これ、こんなうまいもんある。うわ、しじみの匂いがする。うまい。若干のルアーが当たる感じ。本当ですか。カップヌードルのパッケージの色に塗った。すげえ、レアですか。で、超レア。へえ。氷みたい。うわ、焼き肉おにぎりが氷みたいな。もうバーベキューの水がキンキンに冷えたもん。間違いない。誰バーベキューやろうって言ったの。あなたです。大丈夫だっけ。知ってますもん、使って昨日。あ、こっそり。そうだね。あと酒屋だけだ。やる、割る、やる、割る。それで考えないでさ、聞こえたのそのまま言うからさ。え、やりたいっす。やる、本当にやりたい。厳しいっすか。いや、まあ厳しい戦いにはなると。厳しい戦い。だって釣り未経験でしょ。ごちそうさまでした。さっきのところより全然いい。これが穏やかに感じている今日。上できますか。うわー、上がっちゃうな。いやー、ちょっと早いかも。うわー、すげえ。ナイスパス。ナイス。ナイス。すごい。あ、大きいね。大きい大きい。いいパス。
ありがとうございます。でかい。でかい。脅威。今日一今日一マジで。やっぱあの木が入ってるって言ったところにまっすぐ落としたんですよ。ちょっと浮かした時に。大悟さん今日一発目。よし。この撮影する前に水の色見て、ああ絶対ここ釣れましたねっていう話してた。マジ。いやー。いいバスだ。かっこいい。3人で撮りましょう。撮りましょう。松田君、これ松田君映して。これ映して。撮ってここ。もうこんな必死。強力な強力。やった。イエス。イエスです。いいバスです。ナイスバス。やったこれやった。ありがとうございます。ああ。サメウラダムでバス釣りしてきました。釣れた。釣れました。釣れた。いやサメウラダム釣れますね。釣れた。釣れます。皆さんもぜひ来てください。サメウラダム。松田君のところに。ありがとうございます。やっぱガイドが良かった。釣らせてくれます。いやいやいや、マジで。もう持ってる方が大勢いらっしゃいましたんで。なかなか今日釣れないよ、このコンディション。もう最悪なコンディションです、ね。最悪でした。はい。合計何匹釣れました？そしたら。1、2、3、4、5、6匹。すごい。いや、すごい。今日で6匹で、昨日、大悟さん2匹でしたっけ？すげえ。これ釣れないんですよ、言っとくけど。はい。これは釣れない。いや、釣れないですよ。大悟さんもうずっとピンときてないですよね、なんかその辺。寒かったね。寒かった。なんか、すいません、顔死んじゃってて。あの、闇切れもあった。いいっすよ、それは。はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。またやりましょう。またぜひお願いします。僕らはね、とりあえず風呂入り行きましょう。はい。絶対無視だって。はい。気をつけて。ありがとうございます。はい、またね。いってらっしゃい。すごいですね、これ。これマジアスリートの絵です。